はい、始まりました。キョエです。ということで皆様、はい、まあ前回の動画でオラゴロイド、はい、オラゴロイドをね、まあ回したというか抽選したんですが、今回の動画ではその後、はい、こちら、まあタイトルにもある通りガチャリドラカード、これはですね2023年9月の分、まあ今日はね8月31日なんですけど、9月の分引いていきたいと思います。引いていくとかめくっていく。でさ、これマジで変なフラグかもしれないけど、今日ね、モンストニュースあるんですよ。で、まあ、みんな、この動画投稿時にはもう、そんなことしとるって話なんですけど、僕ね、ガチャリドラカードで、一回とんでもない失敗してるんです。それ何かっていうと、リドラカード、引きました。その後、モンストニュースで、モンパスのお試しみたいな、お試しキャンペーンありますみたいな。僕、モンパスお試しキャンペーンで、まさかね、リドラカード12枚引けるとは思わなくて、ま、それはね、引いたのはニュースの前に引いたので、もう仕方ないんですけど、モンストニュースの前にね、リドラカード引くのはお勧めしません。もしかしたらね、モンパスのね、お試しがあって、12枚引ける可能性があるから。で、ちなみに、もしこれ、10枚じゃないですか、今。で、今引きました。で、キャラゲットしました。その後にモンストニュース始まります。もう引けないから。モンパスのね、お試しあったとしても引けないから、それマジでみんな注意してください。はい、ということで引きたいと思います。ということでね、今回、ラプラス&ワタツミということで、まあ、限定キャラをね、狙うというのはなし。で、今回はね、これはね、ルシファー出たいので、まあ、とりあえずね、狙いキャラといえば、まあ、中富の鎌足りとか、まあ、テーマで使えるキャラがちょっと欲しいなと。あとね、僕、近畿のね、27以降勝てないんで、27以降の適性が欲しいなと思ったりもしております。では、引いていきたいと思います。まあ、27はね、待つでいいと思うんだけどね。じゃあ、行きましょう。まずは1枚目。せい。さあ、誰が出るんでしょう。あー、片倉小次郎だったっけ、違う。桂小五郎。こいつはですね、電撃弾。これがね、非常に強い、キャラでございまして。まあ、それはいいでしょう。次、2個目行きましょうか。じゃあ、ここ。行きましょう。さあ、10分の2枚目。あー、大阪だよね。この前ね、あ、違うわ。犬山道山だわ。犬山道説か。うん、なるほど。持ってないわ。じゃあ、次、ここ。行きましょう。まあね、なかなか喋ってても何なんでね。ウンディーネとかじゃなくて、なんだっけ、アルテミス、アルテミス。アルテミスですね。アルテミス。なんかさ、アルテミスさ、進化前と重進化そっくりすぎない？まあ、真正面向いとるからだと思うんですけど。じゃあ、ここ行きましょう。4枚目。さあ、誰が出る？なんかさ、水属性多くない？ミソラ。ミソラってさ、なんか、あんまり使ってるイメージないんだよ。てか、ゲージで魔法陣幻想壁なんだね。じゃあ次。5枚目、半分。早いね、もう半分。行きましょう。チャッチャカチャッチャカ行きますよ。ちょっと待てよ。なんかさ、先月もなんかロッキー出たような気がするんだけどな。ちょっと忘れちゃった。行きましょう。6万円。やばいな。ゴー！誰が出る？ 6 万円。レストレードでしょ、お前。おじさん。君はマジで使った記憶がないんですけど、私は。1,2,3,4 あと4枚。あと4枚だ。中富の鎌手、あ、ティシウスもちょっと欲しい。いきます。じゃあ、ここ。行きましょう。さあ、誰が、カメハメハーですね。カメハメハーはね、僕ね、この子ね、重進化するときにね、てっきりね、この神区からね、重進化するんだと思ってたから、砲撃型のね、爆破拡散弾かなと思ってたんだよね。そしたらさ、まさかまさかのだよね、この子はね。一応貫通ではあるんだけど、スピードが高いね。まあまあ、今じゃね、爆破拡散弾ワンパンよりは、まあ他の友情でワンパンが多いんで、まあまあ、今となっては影になってますけどね。さあ、あと3枚。3枚にかけてます。あんまりリドラカードでいい思い出したことがあんまないんだよな。さあ、来い！あ、ちょっと待ってくれ、今一瞬、千の利休をね、匂わせされた、びれた。利休かと思った一瞬、ねねか。一瞬利休だと思ったマジで。一瞬ね、今ね、一瞬マジで、ヒヤッとなった。あのね、利休と、ヤクモかなと思って、ヒヤッとなっちゃったわ、今。今ね、一瞬、もうほんの一瞬ね、鳥肌立ちました。さあ、あと2枚。ここ行きましょう。いや、マジで。あとね、こことここ行こうかな。行きます。あと2枚。9枚目。ゴー！誰が出る？アポロ。あ、なるほど。まあ、好きだよ。うん。アポロのね、重心化はね、
あのランキダン持ってるんで、僕の好きな友情だからランキダン、まあ、いやまあ重心が回も持ってるか、アポロか、なんかさアポロか、いやなんか微妙すぎる、なんか過去一微妙じゃないこれ。じゃあラスト1枚、ラストチャンスいきましょう。ここ、いや違う、ここだ、いきます。いや待て、ここあえてここ引こう、いきます。いやだからここで、あお前ここ引くって今言ってたよね、じゃあここちょっとまあ、まあ使わねえキャラ置いておこうかな、みたいなね。あえてそこスルーして、はい、実はこっち、みたいな感じで行きましょう。わいと、とにかく。うん。タンザナイトか。タンザナイトな。6。タンザナイトか。みんなだったらさ、これ誰選ぶ誰選ぶ ?6 未開の大地アルテミス、え、これシュリンガーラ、まあ未来性があるキャラがいいような気はするけどダメよ、今のところネネかな。ネネって使えるか、あでも待って離れコグニか、え、これもうネネ一択じゃん、でもねねだよ。ちょっとこれ、待って、離れコグニー。お、ねね4位。お、これ、ねねいっていいっすか、あ、ねねっす。これねねです。はい、ねねいきまーす。ありがとうございます。ねねいただきます。これ、あ、お前じゃない。危ない、危ない。これマジで、今日のモンストニュースでモンパス会員やめてね。はい、ねねいただきます。ありがとう。離れコグニーの適性。いや、どんどん増えていくね、離れコグニーの適性。まあ、僕ね、モンドリ会場行った時にね、まあ何回も言ってるんだけど、みんながね、周りみんな離れコグニーやってるのに、僕だけ野間会やってましたからね。はい。ということで、ねねゲットありがとうございます。はい。ということでね、今回は、ガチャリドラカードね、引いたということで、来月にはついに溜まります。エネルギー。なので、まあ、ゲットできるんだけど、まあ、引き換えはしないかな。今1体いるんですけどね、引き換えはしないです。はい。ということでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。来月、10月のリドラカードには期待だな。以上、Kでした。バイバイ。